はは。い、こんにちは早稲田大学の鈴木です。今国内外でプログラミング教育への注目が高まっています小学校や中学校子供向けのパソコン教室プログラミングが広く活用されるようになってきた背景にはプログラミングのツールの進化も大きく関わっていますツールによって、まあ、英語をタイピングしなくても CPU とかメモリの構造を理解していなくてもコンピューターに命令を伝えていろいろなインタラクションを実現できるようになっています日本でも学校への授業 学校への授業へのプログラミングの導入が進んでいて、まあ、今や教育インフラとなったプログラミングツールですけれど、まあ、この先考えないといけない課題というのはもうこのプログラミングツールがあらゆる人々にとって使いやすいかということです。まあ、年齢や身体能力母国語コンピューターの経験、まあ、そういったギャップやバリアが学校で日常生活で情報を活用したいプログラミングをしたいといった時にまあ障壁とならないように。 アクセシビリティの観点でプログラミングツールをデザインするのが私のチャレンジです。本研究の成果物であるビジュアルプログラミング言語は ENRECT という名前で、こちらの URL で開発中のバージョンを公開しています。動画のようにいくつかのブロックを組み合わせて並べてパラメータを設定してデータを曲線で繋ぐことでプログラミングを表現します。 従来のツールでもよく使われてきたこのブロックベースの構造とノードをつなぐという仕組みを組み合わせることでプログラムの記述に必要なタイピングだったり操作の回数を減らして1本指のタッチだけもしくは市販の視線入力装置を使った入力操作視線入力操作というものを実現していますとプログラムというと何でも文章で表現するようなイメージがありますけれどエンレクトではこのブロックの中にアイコンとか画像を組み込むことができます 例えばあのコンピューターに詳しくない人がスペースキーって何だろうってわざわざ説明しなくてもこの何も書いてない文字のキーなんだなということがわかります言葉の説明と違って面積を取らないのでその分ブロックを大きくできて文字を読みやすくすることができますあと海外のワークショップでこのエンレクトを使った時にはこの翻訳の時にこのビジュアル要素は基本的に翻訳する必要がないのでローカライズの負担を削減することにもつながりましたバリアフリーという観点では 例えば音楽を再生するようなプログラムでは音の雰囲気だったり効果音の内容をビジュアルで表示することで例えば音が聞こえなかったりもしくは音を出せないような環境で不自由なくまあプログラムの結果を体験共有できるというアクセシビリティ機能を実装していますその他ローカライズする上での翻訳の精度を上げるといった仕組みや、えー、よく使われる変数の名前をあらかじめツール側に翻訳込みで定義しておくことで例えば 英語圏の子と子どもが書いたプログラムを、まあ、日本語の子がその変数の名前を日本語に変換して読めるといったように、まあ、言語の壁を越えてプログラミングの意思疎通ができるっていう仕組みを提案しています。ブロックベースのビジュアルプログラミング言語っていうのはこの機能を増やしていくとブロック使えるブロックがどんどん増えていって、えっと、どのブロックを使えばいいんだろうって計算検索性が悪くなっていくことが一つの課題でした。 エンレクトでは自然言語処理技術を活用してユーザーがこういうことをしたいんだよっていう指示を出すとそのキーワードをもとに目的に近いと思われるブロックをパラメータを含めて提案してそれをプログラムでそのま,ま使えるような仕組みを提案しています。プログラミングに何から手をつけていいか分からないという人でもとりあえず表現したいことを何か言葉で言ってみてそこからツールがこのブロックを使ってみたらと提案することで取っかかりを得ることができます。 こちらはエンレクトのアーキテクチャの図です。まあ、エンレクトで作ったプログラムは C++ のコードとして出力されるんですけれどそれ、それだと毎回コンパイルに時間がかかってしまうので、まあ、普段は C++ と共通のコードでコンパイルできるスクリプト言語を使ってコンパイルして、作ったプログラムは待ち時間なしで実行できるような仕組みにしています。今回エンレクトというまあプログラミングツールを開発したという経験を踏まえた 上での,その知見を少し共有したいんですけれども、まあ、こういうプログラムで使える画像素材っていうのは結構用意するの大変だと思われるんですけど、この Google とか Twitter とかがオープンソースで絵文字のセットを公開しているので、それを使うと2000種類以上の画像を提供できますということと、あと a n g e l s c r i p t というスクリプト言語を使うと、まあ、豊富な C ライブラリ資源を容易にスクリプトで活用できるということ。あとブロックの プロググラミング言語ビジュアル言語っていうのはテキストに比べて情報量を圧縮できるので例えばこういうふうに QR コードに収めて、まあ、オフラインで近くのタブレット同士交換できるといった仕組みを実装できるといったことがありましたエンデクトこれまで、えー、優勝の講座海外での授業など含めて10回以上ワークショップを実施してきました、えー、いろいろ面白い作品も作れますがまだ既存の有名な ビジュアルプログラムのツールと競争力を持っていくためには、まだ実装しないといけない課題が多くあります。今後、プログラミングに参加する一人一人の可能性を広げることで、情報化社会の未来を加速、多様性を深めていくという研究として、今後も継続したアップデートを続けていきたいと思っていますので、この後、体験展示のあるフィードバックといただければ幸いです。ありがとうございました。鈴木様、ありがとうございました。